D1 グランプリの決定的瞬間を撮影し続けてきたオンボードカメラ、クラッシュ、接近、アクシデントと美味しい映像盛りだくさん。その中から2006 D1 グランプリのお宝車載映像のみ点がセレクト、未公開映像満載、 D1 オンボード総特集。こんにちは、世界チャンピオンの野村です。今日は D1 コーポレーションに来てやっとるドバイ、ビデオでもおなじみのオンボードカメラ、これをチェックしに来たドバイ、つい先日1日のイベントで使ったこの車載ビデオに収まったこのテープ、なんと80分テープが30本以上1日で回っとるんですよ、そしてこの車載カメラをチューチューと吸盤でくっつけとるのがここにいるスカポンタ、元気？まあ、返事はないとですよ。なぜならば彼は日本人じゃないとです。ビデオオプションを買い続けてもう早155本を超えた私、誰よりも詳しいはずばい。てなわけで2006年衝撃シーンを井戸がセレクトした衝撃のシーンを見てみましょうか。まずはクラッシュ。まずはオンボードの醍醐味、クラッシュ。開幕戦のアウィンゲールでウォームアップから上尾がナイスクラッシュ、ぶつかった時の声がまたいいんです。お次は吉岡俊一、初めてのアメリカだよ、やっちゃいました、ショックのあまり拝んじゃってます。本当すいませんでした。泣くな泣くな。続いてシリーズチャンピオンとなった熊久保の2006唯一のクラッシュ、タイロッドが折れて相手の黒井に豪快なタックル。アウンデル名物コンクリートウォールの餌食になったタナーホウスト、ハイスピードの侵入から吸い込まれるようにドカーン。続いて50度を超える気温の中行われた灼熱のラスベガス、暑さでやられてジョブ選手がクラッシュ連発、初開催ということもありいつもより多めにクラッシュしております。ナイスクラッシュ。そして2006年のクラッシュといえばこれ、スタート前に気合一発、雄たけびを上げる吉岡、シャー。そしてその気合そのままに1コーナーのクラッシュパッドへダイブ。さらにコースサイドのザクとカメラも跳ね飛ばし、被害総額うん百万円というおまけ付きだった。続いて私がエレクトではなくセレクトしたのはぴったりくっつくやつ、しかも男はむさ苦しくあっち行ってくるじゃん、もう接近前。続いて車間距離わずか数センチの猛接近。 D1 の醍醐味、追走の見せ場はどれだけ相手の腹に食い込めるか。オンボードカメラでしか撮影できないそのギリギリの車間距離は迫力満点。そしてやはり追走猛接近といえば熊久保信繁率いるチームオレンジ、ひとたび後ろに回れば相手が誰であろうとここぞとばかりに食らいつく、その接近ぶりは前を走っている車のサイドミラーいっぱいに映り込むほど、このプレッシャーは半端じゃない。そしてチームオレンジが走ればショータイムの開演、本番であろうが練習であろうが己の存在意義を見せつけるかのようにツイン撮りを披露。それでは熊久保会心の走り、第5戦恵比寿決勝の追走をまるまるお見せしましょう。続いては仕事中にペラペラ喋っとるとですよ、あーセクロシコスポッターバイ、車内でのスポッターとのマルチトークを盗み聞き。まずは開幕戦アメリカで1回戦のウォームアップを終えた黒井がスポッターへ一言、やばいミッション飛んだ。
安定不足。頑張ってくるわ。こわもての黒井にこんなお茶目なところがあったんですね。続いて恵比寿サーキット初優勝を飾ったくまくまう。その裏にはスポッターとのこんなやり取りがあったんです。ウォームアップの時に80くらいでやって、ぜひとも頑張ってくださいね。まあ俺が今日もし優勝したら給料アップ、それ以外だったら給料ダウン。わかりました。しっかりとサポートできるように頑張ります。しっかりと応援してくれ。さすがサーキット支配人、人の扱い方も心得てます。最後は2006D1 キャプテン最多記録を持つ男、川端の恵比寿での1回戦スタート前、スポッターとのやり取りで驚愕の事実が発覚した。さっきカレー食べたんですけどね、それですかね。あー、おとといカレーでしたね。なんなんすかそれ。ちょ、俺おとといのカレー食ったんですか。俺知らんすよ。だからさっきのリーガルの決勝見れへんってトイレ行ってましたよ。続いては誰も見てないと思ったらカメラは見とるとですよ。ブツブツ言っとるね。あー恥ずかしか。一人ごと前一人きりだと思ったら大間違い。カメラは見ていった。選手一同気合入りまくりの開幕戦アメリカ。吉岡の場合はとにかく大声を出す。叫ぶ、吠える。シリーズチャンピオンがかかった最終戦では熊久保もスタート前に一発絶叫。一方開幕戦ゼッケン1番の風間はマイペースにお菓子を食べてリラックス。同じくゼッケン2番の末永もヘルメットの隙間から器用にガムを食べる。最終戦ノムケン対風間の対決を終え、シリーズチャンピオン決定の瞬間。いや、阿部ちゃん負けちゃった。声を震わせるノムケンの悲しい背中をカメラは一部始終収めるよ。一方シリーズチャンピオン決定で歓喜に沸くチームオレンジ。社内の熊久保は歓喜を待って男泣け。参戦6年目にしてやっと掴んだ栄光だった。いや、いろいろやっとると珍しいこともあるとですよ。次はアクシデントばい。一年やってりゃいろいろ起こるアクシデント。開幕戦アメリカ、完走終了後パフォーマンスするサムの車内で緊急事態発生。車内がタイヤスモークで真っ白になり、慌ててメカニックが救助。第3戦クリスエイドウェイ、1回戦でスタート地点に戻る途中のノムケンの車内で事件発生。車載技師トム君の仕事ぶりをチェック。普通のカメラ技師なら2時間以上かかる車載カメラの取り付けを大急ぎで作業するトム君はなんと45秒でやっちゃった。どうやらただの出稼ぎ労働者じゃないらしい。お見事。ところ変わってオートポリス、スタート直後の斉藤大吾にアクシデント。ボンネットピンを締め忘れ、軽いカーボンのボンネットがバンザーイどころかぶっ飛んだ。しかし何事もなかったかのようにボンネットがないまま走っちゃうのが D1 らしいよね。そして最大のアクシデントといえばこれ、前を走るウェオが後ろのノムケンにタイヤミサイル発射。
タイヤが取れて、それがうまいことノム剣に当たって、上尾はそれに気づかずタイヤ3つでドリフトし続けるという奇跡に近いハプニング映像。ドリフトが続かず不思議に思う上尾も、まさかタイヤが取れたとは夢にも思わなかったはずだ。さあ、いかがでしたか。オンボードカメラでしか見れない決定的映像。いや、2007年もさらに激しい決定的瞬間を映せるように抜け作君にも頑張ってもらいましょうかね。数々の決定的瞬間を収めてきたオンボードカメラ、いつでも選手たちの一番近くで撮影しているこの小さなカメラの活躍に今シーズンも期待しよう。